フリーイートのトムソン男爵は、イギリスの男爵、貴族、連合王国貴族爵位。企業家のロイトムソンが1964年に移住されたことに始まる。なお、フリーイートのトムソン男爵家に、男爵以外の爵位はない。カナダ出身で多くの英大手新聞社を次々と買収した企業家、ロイトムソンは、晩年の1964年3月10日に、 連合王国貴族として、エディンバラ市ノースブリッジにおけるフリーイートのトムソン男爵に除された。二代男爵ケネスはその財産を相続してカナダ第一位の大富豪となり、その資産は約190億ドルに上るとされた。彼は父の設立したトムソン社を継ぎ、引き続いてそのラツワンぶりを発揮、息子デイビッドが相続した際にその財産は、 約370億ドルに上ったという。2019年現在も、そのデイビッドが、フリーイートのトムソン男爵家当主である。男爵家の紋章に刻まれるモットーは、振り返ることなし。爵位の法廷推定相続人は、現当主の息子、ベンジャミン・ジェームズル・ルドウィック・トムソン閣下。ありがとうございます。